最初なんてさ、俺会議室みたいなとこでさ、はい、50人来たらやっとやってんで、この1年半でいいものになった、じゃああげていいと思うんだ俺。半額にするから来ますみたいなメンバーいらんねん。恋愛でもビジネスでも、なんか自分のことを安く見積もるのは良くないかなと俺は思ってて。お願いします。今日は、はい、東京で、はい、東京で初めてした、東京の家で撮るの。そうですね、初めてです、はい、意外と、うん、もう雨降ってるからね。ちょうど外行きたかったけど、はい、うん、さすがです、さすが、雨を先読んで、はい、そう、はい、はい、今日の質問では早速。そうですね、今日は、あ、なんか YouTube 見てくださってる方が、うん、なんかコメントじゃなくて、メールとかにも結構来てて、うん、で、まあ今年入会させて、あ、今月入会させていただきました、うん、あ、企業サロンに、はい、あ、で、なんか9月から値上げする、うん、っていう、うん、んですけど、まあ、値上げっていうか、まあ、はい、入会金も取ろうかなと思ってるから、なんで値上げするんですかみたいなのが、まさかメールで来てたんですけど、それについて質問いただきました、ね、いいね、いい、なんか、はい、いいとこ見てるね。そう、だから今月中にあるかな、入ったんかな。あ、それかもしれないまあでもなんかそもそもなんか、まあ俺はずっと思ってたのが、企業サロンってまあここまで慕ってるとか、ここまでしてるっていうのは正直思ってないけど、もちろん俺だってしてもらってることってたくさんあると思うから、企業サロンのね、皆さんに成長させてもらったけど、でもやっぱり俺の時間を、大切な時間を使って、やっぱり一人一人と、結構向き合ってね、やってきてる中で、やっぱり安すぎるっていう声がすごい多かったの。要は1年半前に始めて、1年半前のメンバーが、ケツさん安すぎますよって、僕ら10万円でも残りますよって、10万円でもやりますよ、それぐらいのことやってくれてるじゃないですかっていう声がすごく多くて、それってすごく嬉しいやん。でも今のいる既存のメンバーを3万円って言ってるのにもかかわらず、それをなんか値上げするのはちょっと違うなって、なんか言ってることが違うなっていう自分がおって、なんか一回履いたことをやっぱり高くなりますっていうのは、なんか別にいいねんね、そういうとこあるやん、いっぱいあるし、その価値が上がればそれ上がる、なんかロレックスも一緒やん、買った時はさ、この時だって俺の時だって安かったんけど、安かったっていうか、まあね、今よりは安かったんけど、でも今も結構上がってるよね、倍近くなってるっていう風に、いいものって絶対上がるやんか。だからいいも、この1年半でいいものになった、満足度が上がった、離脱率も少ない、毎月入会してくる、じゃあ上げていいと思うんだ俺、別に。でも俺の性格上、なんか今の既存メンバーに関しては言ったことは守りたいと、うん、3万円振り絞ってきてくれる人もいると思うから、人それぞれ多分価値は違う、お金の価値観って違うと思うから、そこはなんか上げたくなくて、でも次から入ってくる人たちに関しては上げようと、うん、まあ、何でかというと、なんかそれが企業サロンメンバーに対しての恩返しにもなるのかなって少し思ったし、うん、なんかね、1年半前何もない時から入ってくれてるメンバーが一番得しないと俺はダメやと思うねんな。形も何もなかった時から応援していただいた、信じてついてきてくれた、信じてこのコミュニティに入ってくれた、そして共に大きくしたっていう風に関しては、何か恩返ししたいな、特別な思いがあるから、そこは値上げ絶対にしたくなかった。でも今1年半経ってある程度の形ができて、ね、で企業も数百人させたよな、で収入も何人も上げてきて、いろんなことをこう人生でおいて変えるきっかけにはなったと思ってる自負があるの、それは。でその中でやっぱり価値がどんどん上がっていった、でメディアにもね注目されて、まあかなり今月もねオファー殺到してるけど、やっぱ企業サロンがすごい今注目されてる中で、やっぱりもうそろそろ上げようかなって、仕切りを高くしようかなって。でまあ一番は変なやつ取りたくなかった、うん、別に人数に困ってないし、ほっといても、まあ言い方すごく悪くしたら、ほっといても毎月入会入ってくんねんからな、俺募集とか営業なんかしてないから、一切誰か紹介制とかでこう入ってくんねんから、だから別にもっと仕切り高くして、さらに値段、入会金取るだけじゃなくて、審査も直接面接にした、うん、俺じゃなくて運営側何人か立てるから、そこと一回面接してもらって、で合格が出て初めて入会っていう形にもうする。だから本物にもう最強のメンバー作りたいから、なんか、まあ、めっちゃ言い方悪くしたら雑魚いらんくて、うん、雑魚の軍団なんかいらんくて、最強の軍団でそっからさらにビジネスにつなげるっていう俺の企業サロンやから、この3万円を入り口にもっと広げようぜっていう企業サロンやんか、うん、だからまあそれかな、理由としては。うん、そうやろ、だってさ、なんか、うん、分かりやすく言うと、俺って企業サロンさ一切値引きしたことないやん、はい、絶対に負けへんし、知り合いのすごい社長からでも、もうただいまで入ってくださいとか、うん、ちょっと半分にするんで入ってくださいなんか絶対言えへんから、はい、うん、誰であろうがお金ちゃんとした同じお金をいただいた、従業員だってお金いただいて入ってもらってるから、うん、それはもうね、なんかブランドで言うとエルメスとかと一緒やな、はい、うん、エルメスとかってもう価値、ブランド価値が
ね、成立してるから絶対に売せへんやん、セールなんかせえへん、エルメスがセールしだしたらそれはもう価値がなくなるやん、うん、逆にやっぱロレックス型、うん、安い時に買ってて株も一緒やん、安い時に買って一緒にこう上げて価値のあるものにしていくっていうのがやっぱりさ、なんか世の中の仕組みじゃないけど、なんか俺は本物にほんまに価値があるものはやっぱそれやと思うね。それは俺だってさ、いきなりさその SNS とかさメディアでさキャンペーンしますみたいなさ、うん、今月中に入会したら半額でいけますみたいなやつ、くすアホみたいに殺到すんで、はい、でもそんなん半額にするから来ますみたいなメンバーいらんねん、うんうん、そもそも普通の正常の通常の値段を見てて入ってこなかったのに半額にしたから入ってくるってやばない、はい、なんやねんみたいな、その1万5000円で、まあ、月3万でやってるからね、はい、その1万5000円何みたいな、うん、あなたの人生1万5000円でなんかケチるのみたいな、うん、思ってしまうから、はい、うん、だから逆に上げた、でも上げても入ってくる人ってほんまないと思うから、うん、俺は上げた、うん、それがまあ一番の理由というか、それが理由かな単純に、うん、まあ価値のあるものは値引きはしたらあかんってこと、うん、だからまあなんかいろんな意味で、まあ、恋愛でもビジネスでもなんか自分のことを安く見積もるのは良くないかなって俺は思ってて、うんうん、自分の価値っていうのはやっぱりこのね、しっかり自分で立ち位置を分かっておかないと、うん、まあ逆もあかんけどね、はい、なんか安いのにさ高く言われてたらお前何値打ち超えてんねんってよく言われるやん、はい、よく言われてる人おるやん、だからそれになるからあかんけど、はい、やっぱりある程度これはまあだから自分のことを理解するっていうことにすごいねなんかマッチすると思うっていうか、自分のことを理解するっていうことだと思うの、はい、うん、でも俺もなんか最近自分のことあんまり理解しなくて、なんか安いっすよみたいな、辻さん安いっすよみたいな、辻さんほんま顧問入ろうとしたら最低30万から50万いるんですからみたいな、うんうん、それで LINE も交換して電話でも相談乗って安すぎませんみたいな感じの声がすごい上がってて、はい、うん、でも俺もそれはちょっと思っててんけど、でもまあなんか最初に俺は発した言葉やからこれはもう守らないと、はい、なんか恥ずかしいし最初と言ってること違うやんって言われたら嫌やから、うんうん、それはやっぱもう最初に入ってくれたメンバー、今の既存メンバーに関してはもうこのままでいくけど、はい、次からはまあだんだん高くなっていくよな多分、はい、今後も、うんうん、この企業さんが成長していくにつれて、俺が成長していくにつれて、メンバーが成長していくにつれて必ず値段は上げますもん、うん、今後、うん、だって講演会だってそうやん、最初なんてさ、うん、俺会議室みたいなとこでさ、はい、50人来たらやっとやってんで、お、うん、それ無料やで、はい、うん、今なんかさ800人900人、まあ、1000人規模の会場がさ一瞬で埋まんないんで、お金出して、はい、価値上がってるやん、うんうん、それなのに辻さんいつまでこんな安くしてるんですかって、それはまあメンバーの言うことも分かんない、はい、うん、講演会来たくても来れない人も来れない人もいるんですよってね、この前もちょっと延期になってしまったけど、はい、沖縄とか北海道とか青森とかいろんなとこから来てくれてたわけや、うん、うん、それぐらいやっぱ価値のあるものになってきてるわけや、はい、うん、だからまあどんどん上げようかなみたいな、だから講演会の値段とかも上げていこうかなと思って、うん、だってすぐ売り切れるもん、はい、安かったら、うん、って思ってます。だからまあビジネスはやっぱり自分の価値を上げていくことが一番、まあ、利益にもつながるのかなって来たならすると思うんで、まあ皆さんもね、まあ、まあ質問っていうか今日はメッセージだったから、はい、なんか言いにくいけど、そうですね、うん、まあでもそれに直結することで言うと、やっぱり自分の値段を分かっとく、芸能界とかもそうやん、はい、うん、自分のギャラって分かってるやん、でマネージャーが交渉するわけやん、自分で言いにくいことって、うん、そうやん、全然売れてないよお前誰やねんっていうさタレントさんがさ、なんか出演料なめちゃめちゃ高くさ言ってきてもお前何値打ち超えてんねんみたいな、お前そんな価値ねえよみたいな、うん、なるやん汚い言い方すると。でも逆にすごいさ活躍されてるさタレントさんがさ安かったらさ、なんかもうちょっと高くてもいいんじゃないってなるのと一緒で、うん、やっぱ自分の値段って分かっておかないと分かるな。だから俺もすごく今回で勉強になりました、うん、なんかサロンメンバー企業サロンメンバーにすごい教わったかなって、そこは、うん、辻さんの価値ってもっとついてますよって、うん、みんな入りたがってるし、こんだけ募集来るんやから、でこんなみんな辞めないんだから、それだけ価値あるんですよ、みんなそれ以上得してるんですよって、何か言ってるんですって、だから値段上げてくださいって、でもうメンバーに率直に言われたのも一つです。はい、あとはだからあれやな、まあ分かりやすく言うと値段を上げることによって自分のプレッシャーになるやん、うん、そうやろ、なんか月3万円って、まあ、まあまあ誰でも払える額や、はい、自分の投資としては別に出せる額や、はい、てか出さないとあかん額や、でもそれをもっと高くすることによって入会金を取ることによって俺自身のプレッシャーになるよな、月3万円ぐらいの正直今の俺の実力で月3万円ぐらいのコミュニティで月3万円の評価をしてもらうのってまあ割と簡単や、うん、
うん、だってそんな30万100万で顧問入ってるとこあるから、そこを100万以上のもの納得させなあかんだから、3万円ってまあ俺からしたら簡単な数字やん、でもそこで入会金また取ることによって、じゃあまた自分のプレッシャーになるよな、うん、あそれだけ敷居の高いものやったから、だって期待してくるやん、え値上げしたなんでやろうって、こう分かる人は、本質分かる人はさあ、それだけ価値あるんや、そりゃそうやんな、あんだけメディアに取り上げられて今みんなあそこ起業してみんななんか仲間でみんなお金儲けしてるもんなっていう期待してくれ、じゃあそれ以上の期待を返さなかった俺は、うん、俺はなんか期待以上のものを返してやりたいんだから、だから自分へのプレッシャーにもなると思ってまあ上げたのも一つの理由かな、もっと成長したいから、もっと成長するにはもっと自分にプレッシャーかけてやるしかないなと思ったから、うん、それはまあそれその二つかな、はい、うん、なんで9月から入会楽しみにしてます、はい、名前分からへんけど会うの楽しみにしてます、はい、ありがとうございました、はい、以上です。